いいね、いいね、いいね、いいね。このように、軽快に親指を動かす、いいねポーズを作ります。折り紙の白い面を上にして、三角に折ります。折り筋をつけ、広げ、この中央のラインに、この部分を合わせて、斜めに折ります。向こう側も、斜めに折ります。裏返します。中央のラインにこの部分を合わせて、さらに斜めに細長く折ります。向こう側も細長く折り、折り筋をつけます。一旦今折った部分は広げます。裏返してください。裏返してこの角があった部分、ここにちょっと印つけます。閉じます。今つけたこの部分、この部分からこのように折ります。折って、この角をこの先から出してください。この時にここが直角になります。ここが直角。ひっくり返して今の折り筋を反対側にも折ってしっかりと折り筋をつけます。この折り筋を使ってこのように内側に折って閉じます。ここから少しちょこんと出てる形です。先ほど折った部分を再びこのように折ります。白い三角が下から出ている体勢です。この部分、長い部分をこのように90度曲げます。だいたいここから2センチぐらい。2センチぐらい90度です。ここも、ここが90度。しっかりこの部分、折り筋をつけます。一旦広げます。このように三角を上にして広げてください。この W の折り目があるんですが、この W の折り目、すべて山折りにしてください。谷折りになっている部分を山折りに。この真ん中の部分もしっかりと山折りにします。そしてこのように下に折ります。三角の逆の方にこのように折ります。そしたら今度はひっくり返します。ひっくり返して三角を下に、この尖った先を上にします。これでもう動く構造は完成しました。この部分が手になります。先が尖りすぎているので、1センチ中に折り込んで短くします。この先をこの辺りにつけます。この辺りにつけて、しっかりと折り筋をつけます。今度はこの先をこの辺りに合わせて
このように斜めに折ります。斜めに折って折り筋をつけます。一旦この部分を広げて、今作った折り筋を使って内側にこのように折り、さらにこの部分を折り上に出します。こういう手の形にします。この部分握らせます。まずこの先を2ミリほど折ります。折ってしっかり折り筋をつけ、さらに1センチ折ってしっかり折り筋をつけます。これでいいねポーズの完成です。あとはこの上の部分、上の角と下の三角を持って上下に引っ張ればいいね、いいね、いいね、いいねと手を動かします。ぜひ作ってみてください。いいね、いいね、いいね、いいね。